アジュールは色の一つで青系統の色を表す。アズール、アジュアなどとも言う。アジュールブルーも同じ意味である。ラピスラズリ様々な色のラピスラズリペルシャ語のが語源である。この語は本来は現在のトルキスタンにある地名だったが、その地で産出する青色の宝石のラピスラズリを意味するようになり、さらに色名になった。 なおラピスラズリはラテン語でラズワードの一種という意味である。最も講義には青系統の色全般を表すが、基本的には明るく鮮やかな青を表す。海の色、空の色と表現されることも多い。典型的には色相感情で青とシアンの中間の純色である。赤と黄色の中間のオレンジ色の補色にあたる。 x ウィンドウシステムの X11 カラーネームズのアジュールは極めて淡い青色である。文章学上のアジュールは基本色名の青に相当し、青系統の色全般を表す。藍色、紺色などの暗い青も含まれる。語源に従い、ラピスラズリの色と表現されることもある。なお、文字通り、ラピスラズリの色を意味する色にルリ色がある。また、 ラピスラズリを粉末にした顔料である群青の色は群青色である。クラーワン青緑を意味するコンペキと訳されることがある。海の色を表している時に多い。ありがとうございます。